皆さんこんにちは、かほなんです。今日は雨のファミリーキャンプに来ました。今日はね、雨予報だったんで、あのバンガロー借りました。動画で出るの初めてかな。というわけでファミキャン楽しんでいきます。バイバイ。バンガロー可愛いんですよ。キノコ型というか、あの下がね、下が開いてて2メーターないくらい天井があって、高床式みたいな可愛いバンガローです。普通のバンガローもあったんですけど、雨がね避けれていいかなと思って打ちました。これ食べる？はい。うん。これガーリック入ってる？入ってる。感じます。チョキは？あります。大丈夫？うん。じゃあもう終わり。うん。じゃあボンゴレビアンコ？ビアンコ？じゃない、ボンゴレ。ボンゴレいただきます。うまっ、おいしい。はい、おお、しいたけ狩りに来ました。すごいの、一面しいたけ、なんだ畑じゃないな、すごいんですよ本当に。もうしいたけの林、あ森そんぐらいある、本当にすごい。はい、ここですね、しいたけ狩りができるところで、予約の時にしいたけ狩りしたいですって言って、で管理棟の人の案内受けてここ来て、ざるを貸していただきました。これに入れて、でグラムいくらで買うみたいな感じです。もぎるよ。いいよ。失礼します。約1年ぶりのもぎりでございます。変な生え方しとる。本当だ、下の方にもあるんだね。そうだね、人々があまり目をつけないところの、ね、あ、めっちゃ下にめっちゃでかいのおるやん。救出したい。この木くんである、ね、これ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 。おー、痩せろ腕。どうぞどうぞ。いいね、色白ちゃんだね。色白ちゃんだね。楽しい楽しい。え、はい、やるやるやるに決まっとるやん。これこの上から1、2、すごいすごい。ハロー、いたて、いや腕やけど。おお、取れた取れた。じゃじゃーん、双子じゃない？双子とかあるんかな。そうかも。なんか1個だけ行くとかわいそうやで。うん。兄弟で取れた。取れた。いいね。うん、肉厚。おいしそう。おいしそう。いや、すごいすごい。楽しい。楽しみだね。これ、いや、大きいよ。私の手がこんなだから。よいしょ。これお化け。いい、これじいちゃんとこにあったやつや。スーパーとか行くとこんなもんで。なんか新しい目標というか、しいたけやりたい。ちょっとジメジメのところでしいたけをなんか育てたくなった。ちょっと頑張ろう。スーパーとかで売ってるのがこれぐらいだよね。スーパーサイズがこの辺。この辺ね、うん、今日一番これね、うん
ございました。これでいくらなんですか？どうしたらいい？500円。いいよ、このメンバー大体分かっとる。明るいのせたら、俺はそうよ、あの、決めとる。あ、そっか、そっか、重い重い楽しいだけって言いながら撮りましたよ。決めとるで。そうなんや。そっか、ありがとうございます。気持ちたいね。立派なだ。岐阜の、プロデュースのあそこで。開けるよ。開ける、開ける。終わるよ。安納芋。ちょっとね、寝ちゃこすぎて開けれん。ちょっと、火は通っとる。失礼します。安納芋ですから。いやーん、いや、超美味しそう。色がいいやん。ねちょねちょ。食べたい。ねちょねちょ。いや、本当にね、開けれん、開けれん。ちょっとずる、ずるします。バカーン。やばいやばいやば。スプーンで食べたい。絶対美味しい。いただきます。じゃん。え、もうこれはもうスイーツ。うまっ。いや、美味しい。え、めっちゃ美味しい。もうね、とろとろ。横切りました、うん、これはダメだね。あ、うまっ。しいたけ。しいたけやっぱこれでしょう。めっちゃ美味しそう。ジューシーでございます。美味しいの。ちょっとそれ、うん、これいいよ。じゃーん。今日は焼き鳥ぼんじり野源軟骨、これ砂肝もも肉です。ありがとうございます。いいえ、頑張ったよ。串打ちをしてもらいました。美味しそうすぎ。もったい。みたらし団子の匂いする。みたらし団子ソース塗ります。砂糖入ってる。美味しい。顔的には塗って乾かして、うん、塗って乾かしてってしたい。あ、こうやって。うん、多分。あ、めっちゃ美味しそうなとこ来た。ふん。ブリカマ298円。いや、めっちゃ美味しそうやないか。真っ白。柔らか。肉で疲れた胃袋にハイパーハッピーになれる塩の味。レモンかけても美味しいかも。ちょっと調子乗りすぎたかもしれん。じゃけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。いや、美味しかった。いろいろね、あったかい。いや、もうストーブ素晴らしい。めっちゃかわいい。入り口がね、こんな小さいんですよ。かわいい。電気もこんなあったかい感じの色で。住みたい。
すごくいい。快適すぎる。着いたよ。微笑みの湯。行ってきます。寝袋で寝ます。明日はめっちゃ早く起きて、朝ごはん作りたいので早く寝ます。ということでまだ9時前です。おやすみ。朝早くに起きまして、焚き火で手ごねで焼きたてパンを作っていきたいと思います。それでは火を起こしますか。静かめに。